デイのダラダレドレバナンバサダシャイニーデンデンチデンデンチデデデデンチデンデンチデン。効率的な編集ぶり、充実したヒリア生活、カニです。はい、今日はちょっとある商品の紹介なんですけど、まあ先に商品出しましょう。それがこちら、デルルーン。はい、まあ何も変哲もない、まあ、いつもののっぽパンですよ、のっぽパン。はい、じゃあ食べてみましょうか。食べてみましょう。って食べれない。はい、これ何かっていうと、7月15日から、セガ限定で、UFO キャッチャーの景品で投入されたのっぽパンバスタオルなんですよ。これバスタオルなの。そう、これね、最初ね、この情報を知った時はね、もうマジこれは取るしかねえみたいな、もうのっぽパンのイラスト好きのこの僕からしたらもう何、ああみたいな、もう絶対初日で取るわみたいな。で、僕この日ちょっとバイトあって、まあ、行くの遅くなっちゃったんですけど、夜バイト終わった後ね、こうセガに行って、近くのセガに行って、で、あんまやっぱり、まあ、案の定200円台でした。200円の剣山で、まあ、最後の一手だけちょっと動画撮ったんで、どうぞ。はい、まあ、最後ね、まあ、こうひっくり返ってるのがこう奥からこう持ち上げてベロン。いくらかかったかっていうと、はい、こちらクリアファイル4枚分ですね。セガで、まあ、7月15日から始まったキャンペーンで、500円投入ごとにこのクリアファイルがもらえるんですけど、まあ、これが4枚分だったので、まあ、2000円かな、2000円ちょうどで取れました。まあ、200円台で2000円ちょうどだったので、500円3プレイだったんで、3×4、12手、12手か。まあ、剣山にしては12手で取れたのは、まあ良かったのかな。全部でクリアファイルのお柄が11種類あったんですけど、今回もう花丸ちゃんしかもらいませんでしたね。まずこちらが、セガの花丸ちゃんイラストバージョンの A タイプ、A タイプの柄。裏面はこんな感じ。めっちゃ可愛いよね。もうこれ無限回収したい、本当に。で、こっちが B タイプのセガと花丸ちゃんコラボしたやつ。これあれだよね、ラインスタンプだよね、ラインスタンプ。もちろんこれダウンロードしたし、超使ってる。で、裏はこんな感じ。これもラインスタンプね。いや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 、もうね、500円でね、このクリアファイルもらえちゃうんで、もう実質無料プレイみたいなもんですよ。はい。錯覚してたね。錯覚してた。まあいいんですよ。まあクリアファイルはいいとして、こっち、のっぽパン。で、今回まだこれ1個しかさすがに取ってないんですけど、まあ、見かけ次第、どんどん、取れそうなのあったら取りたいですね。開けましょう。ほんとこれ食えそうなんだよ。食えそうな。うん、じゃあいいかな。せっかくこの形であるのなんかもったいない気がするけど、じゃあのっぽパン出します。せーの、にゅるるる。おっね、こうやって、あっ、うん、甘い。あ、嘘、甘くないわ。匂いが甘かったから。まあいいでしょう。はい、出します。ドーン、広げましょうか。せーの、ドゥルルン、ドゥルルン。おお、でけえ。うーわ、かわいい。ほらほら、のっぽパーンって感じ。やば、超かわいい。もう想像通り、想像通りにかわいいわ。うわ、これはいい。もうこれバスタオルとしても使いたいよね。これであれだね、飾る用で1個、バスタオル用で1個、保存用にもう1個、何かあった時にもう1個。とりあえず、まあ次回以降これは飾っときます。はい、もうテーブルクロスにしちゃう。今日はスペシャルバージョン、テーブルクロス。はい、いいね。これはこれでいいかもしれない。まあ今日はこれ開けたかっただけなので、まあこんな感じなんですけど、まあ久しぶりにこう心ときめくプライズだったんで、まあ、フィギュアとかぶっちゃけまあ嬉しいですけど、ときめきオーライはしないんですよ。ただ今回のこのイラストのね、プライズはもう本当にもうわっしょいときめきオーライだったんで、もう迷わず取りました。もう僕めったに200円台とか手に出さないですけど、取っちゃいましたね。で、店員さんにこれももらいました。これ誰でも行けばもらえるらしいですね。うちはね、このイラストがマジでさ、神だからさ、うん、もうソニックそこを買われ。はい、ということで今回はまあ簡単な動画だったんですけど、まあ、のっぽパンのタオルがまあ全国のセガで、ありますよっていう、でこれまあ紹介でしたね。この嬉しさをちょっと分かち合いたかった俺は。まあ皆さんもね、まだぜひこれまだ出たばっかなんで、まだしばらくはね在庫あると思うので、まああまりにも人気すぎてもうなくなってるかもしれないですけど、まあできるだけまあなくらないうちに皆さんもできれば撮ってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。